PL-2 フロリダ州、ウィンターヘイブン空港のパズマニー PL-2、パズマニー PL-1 ラミナーとパズマニー PL-2 は、ラディスラオ・パズマニーが設計した、アメリカ製二人乗りの練習機、個人向け系飛行機であり、彼の会社であるパズマニーエアクラフトコーポレーションが、ホームビルト機として販売している。この航空機は、台湾で a PL-1B 会事号として、 ライセンス生産された。その後、改良型の PL-2 が製造された。1977年に、スリランカ空軍航空技術航空団が、PL-2 の改良系を開発し、実戦経験はないが航空省で使用された。PL-1 ラミナーは、ラディスラオ・パズマニーが最初に設計したものであり、ホームビルト機として販売されることを意図していた。 試作機は1962年3月23日に初飛行。PL-1 は固定式三輪着陸装置を備えた型持ち翼の低翼端容器である。2名の乗員が横並びに座れる座席を持ち、95馬力のコンチネンタル C-90 レシプロエンジンを搭載している。航空工業が計画を取得し、評価用として PL-1 を製造し、 1968年10月26日に初飛行した。その後、A ドックは中華民国空軍向けに150馬力のアウェコ、ライカミングをマイナス320エンジンを搭載した PL-1B を58機製造した。初飛行後間もなく、パズマニーは改良型の PL-2 を製造した。これは、 コックピット幅をわずかに広げ、構造を変更して、ホームビルト機を作りやすくしたもの。PL-2 は、東南アジアの多くの空軍で評価された。インドネシアでは、リップナー LT-200 として、ライセンス生産された。中華民国空軍 PL-1B 諸島、練習機。ありがとうございます。